嬉しいんだけどちょっと切ない。イエーイ、ポチっていきたいと思います。イエーイ。モンチャンネル、どうもこんにちは、モンチャンネルのデカモンチです。いやー、暑い日が続いてますよね。もうね、この昼過ぎからの時間帯、この撮影してるこの部屋、西日が差してきてものすごい暑いんですよ。ものすごい蒸し暑いの。そんな暑い中、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。今回なんですけれども、とても嬉しい、嬉しいんだけどちょっと切ない、切ないんだけれども、うん、やっぱり嬉しい、まあなんかそんなちょっとね、複雑な感情になるような商品購入いたしましたんで、それを紹介していきたいと思います。一個ね、ちょっと注意点なんですけれども、この動画が公開される頃には、今回この紹介する商品というのは入手はもうほぼ不可能になっておりますんで、まあその点だけご注意していただければなと思います。では早速出していきましょう。せーの、はい、プラススクレートさんから届いたロリーコラボモンチッチハッピーセット雑貨バージョンプラスアルファです。イエーイ。こういう状態なわけですよ。もうほぼほぼその理由っていうのはわかると思うんですけど、たくさんの人に愛されたプラススクレートさんが明日6月27日閉店してしまうんです。そのプラススクレートさんからありがとうの気持ちを込めたセットの一つになります。早速中出して見ていきたいと思います。雑貨がいろいろ入ってる袋が1個入ってますね。こちらがコースターですかね、コースターのセットかな。最後こちらが今回のこのセットのメインですね、ロディコラボモンチッチのこれ多分男の子ですね。こちらが1体入っておりました。まずこのセットから開封してちょっと中見ていきたいと思います。ちょっと話脱線するんですけど、この袋、これもなんか結構プレミア感あっていいですよね。ね、この辺にサンキューとかって書いてありますしね。これね、捨てられないな。これ捨てちゃダメでしょう。じゃあね、話戻していきます。まずこちら開封していきたいと思います。マステが4つですね。ロディコラボモンチッチの柄、柄違いのものが4種類ちょっと入ってますね。こんな感じの。マステが入ってますね。あ、これも可愛いな。ちょっと見えるかな。あ、いいね。こんな感じです。この黄色も結構鮮やかな感じでいいっすよね、これ。可愛いっす。こんな感じのマステが入っておりました。はい。これ、ロディコラボモンチッチのポーチですね。結構これ、いいぞ、これ。うん。これは開けていこう。これは開けていこう。うん。この言葉の理由は多分後でわかるかもしれないですよ。超取れてんじゃん。タグはもう輪っかとかでついてないっすね。このまたイラストが可愛いっすよね。可愛いな、これ。ポーチ本体はこんな感じですね。中マチもそこそこあるんで、それなりに小物入れられるかなって言った印象ですね。結構生地も厚い感じで作りしっかりしてますね、これ。これいいな。これもしかしたらワンチャンキャンプのなんか小物入れられそうだな、これ。こんな感じのポーチが1点入っておりました。続いてはこちらですね、ポストカードのセットですかね。柄が3種類で、それぞれ2枚ずつ入ってるポストカードのセットですね。1枚目こんな感じですね。さっき見せたタグのイラストがより大きくポストカードサイズになっている感じですよね。続いてはこちら、ロディで遊んでるモンチッチくんかな。この笑ってる感じがいいね、いいね、かわいいね、癒されるね。最後こちら、星空の真ん中にロディコラボモンチッチって書いてあって、ロディとモンチッチくんがこう描かれてるっていうね。これも可愛いな、これ。実はね、私ね、ポストカードの類結構好きなんですよね。気に入った柄とか写真のやつとかがあるとね、うっかり買っちゃうんですよね。好きですわ、これ。大好き、こういうの。続いてはこちら、このコースターセット開封していきます。あ、なんかいい匂い、これ。あ、うん、
うん、あ、うん、なんかいい。コースターが5枚入ってましたね。これはスクレ店長かな。店長がロディに乗ってスプーンとフォークなんて持っちゃったりなんかしちゃったりして、なんかいい感じのイラストになっております。これモンチチちゃんですね。モンチチちゃんがピンクのロディに乗って、この着てる服確かガチャガチャの T シャツですよね。このデザインこれも可愛い感じですね。続いてはこちら、我らがチムタンでございます。やっぱりチムタン可愛いな、うん、そんな可愛い感じのコースターですね。この上にさすがにさ、グラス倒して置けないでしょ。置けないでしょこれ。続いてはこれクマくんですね。クマくんは青いロディに乗ってますね。また可愛いなこれ。最後がタヌタヌですね。タヌタヌが緑色のロディに乗ってるコースターですね。全部で5枚入っておりました。モンチャンネル。はい、じゃあお次はこちら、ロディコラボモンチッチですね。早速袋から出していきますね。もう被ってるだけなんで、こうね、取るだけ取るだけ。男の子だよな。あ、男の子男の子。てかこれ脱げるね、これ脱げるね。ええ、こんな感じになっております。このリボン可愛いですよね。ここにロディって書いてありますね、うん、両腕にここにロディって書いてありますね。後ろこんな感じです。可愛いですね。お座りスタイルですね。これね、ちょっと触ってて思ったんですけどね、ここね、ここ綿じゃないな、これなんだろう、ビーズみたいなのが入ってる。これこうするとロディなんだけど、こうするとモンチチ出てくるみたいなね。ロディモンチチみたいなね。これ編集用のデスクのところにこう、こう鎮座させておこうかな。これかわいいな。はい、こんな感じの子になります。このセットの一番最後にちょっと紹介したかったものがいてあるんです。それがザン、こちらになります。スクレ店長のサンクスカードですね。プラススクレートさんの閉店が決まってから、ありがとうダモンフェアっていうのが開催されてて、そのフェアの中のセットの一つが今回私が購入したセットなんですよね。まあ、ね、私ね、これがね、これだけは絶対に手に入れておきたかったんですよね。スクレ店長が花束持ってサンキューって言ってるんですよ。もうね、もうね、もう、あ、もうこれはね、もう本当にね、プレミアムなカードになっちゃいますよね。そんなカードが1枚入っておりました。これどうしようかな、あのパソコンのところにこうやって入れとこうかな。これな、なんか劣化するのも嫌だしな。あ、そういえば今思いついたことはちょっとね、後でやってみたいと思います。ちょっとね、今回ね、いろいろ商品詰め込みすぎてるんで、結構駆け足になっちゃってるんですけど、私冒頭でプラスアルファって言ったと思うんですよ。それがこちら、プラススクレートのアクリルキーホルダーとウォールアート缶マグネットですね。こちら追加で購入いたしました。スクレ店長のアクリルキーホルダーですね。いやー、店長ね、店長どこ行っちゃうんでしょうかね。もう本当に関口さんの本社のあの入り口とかであの店番とかやってくんねえかなとすんげえ思うんですけどね。アクリルキーホルダー2種ですね。本当はね、これね、3種類あったんですけど、残念ながら私が購入した時点ではオンラインショップではもう1種類ちょっとソールドアウトになってしまってたんで、この2種類追加で購入いたしました。1個は店長がスプーン持ってるような可愛い感じのキーホルダーになっております。こっちの方が私好きかな。店長がプラススクレートのマグカップの中からなんかこんにちはしてる感じ、これ可愛いっすよね。で、実は私ね、アクリルキーホルダー1個持ってるんですよね。これ瓶も、これもプラススクレートさんの瓶なんですよね。で、そこにこの店長のキーホルダーくっつけてる感じですね。ここにもうこの2種類下げてもいいし、ただね、開けるのもったいないな。この辺にもね、なんかね、プレミア感を感じてしまってね、ちょっと開けられないな。今回ここではちょっと開けないことにします。モンチャンネル。これがプラススクレートのウォールアート缶マグネットですね。こんな感じになっております。プラススクレートさん行かれた方はわかると思うんですけど、入り口入って右側の壁にこの絵が書いてあったんですよね。一番プラススクレートを感じられるような、そんなような商品になっておりますね。この缶マグネットなんですけど、この絵もさることながら裏側がね、まず衝撃的だったんですよ。じゃあ行きますよ。
3、2、1とまた会いましょうねって書いてあるんですよ。もうほんとね、涙ちょちょ切れた。ほんとまた会いたい。この絵が書いてあるカフェにまた会いたいっすよ。これね、こうちょっとね、さっと出して、おお、これプラススクレートの壁の絵じゃんと思って見て、でふっと裏見たらこんな風に書いてあるじゃないですか。ほんと涙腺崩壊ですよ、マジで。ほんとそんな感じなんですよ。だから今回いろんなね、こう商品買って今こうやって紹介してるんですけど、初めてですね、涙なしにはちょっとこう紹介できないみたいな、なんかそんな感じの商品なんですよね。ほんとね、ちょっとね、まあこれは明日だな。実はね、このマグネット、このセットと一緒に買ったわけじゃなくて、セットとかをポチった後にこれがね発売されちゃったんですよね。これって結構やっぱりザ・プラススクレートみたいな感じのところがあったんで、やっぱり私としても、いや欲しいなと思ってたんですけど、ただやっぱり送料うんぬん考えると、いやどうしようかなと思ってたところ、もんともさんがプラススクレートちょっとその日行かれるんで、もしあったら代行しましょうかということでお声掛けいただいたんで、今回ちょっと代行お願いしちゃいました。実はもう一方ね、同じ日にちょっとプラススクレート行かれて2つゲットできたんで、1つお譲りしましょうかってお声掛けいただいてるんで、それもぜひいただきたいと思います。お心遣い本当にありがとうございます。ということで、まあ、今回購入したものは以上となります。で、さっきちょっとね思いついたことがあって、今このね動画を撮ってる今日、またね新たなねサンクスセットみたいなのがね発売になったんですよ。それをねポチっていきたいと思います。イエッ、早速そのパソコンのあるところに移動していきたいと思います。このホームページも見れなくなっちゃうんかな。こう可愛くないですか、これ。これ超可愛くないですか。ちょっとね、ほらほらほら、こういうね、これ、可愛い、可愛い。いや可愛いね。あ、これだ。これですね。これ、これですよ。どれにしようかな。今回出たのね、メインとなるのが食器ですよね。食器、プラススクレートさんで使ってた食器ですね。あとは今回のこの書き下ろしのイラスト、全部入りシールが必ず入ってるっていう感じのセットになりますね。このメガネあるしな。これはステーショナリー。これは、あ、これ結構いいな。これ結構いいな。まあ、食器シールはまあ一緒で、マグカップとマステ。これなんだろう、これなんだろう、これわかんねえな。多分この辺缶バッジだな。缶バッジとか結構いいな。あ、よし、決めました。これ、これにしますわ。これプラススクレートオリジナルグッズサンクスセットシーズンイラストですね。はい、店頭使用デザイン食器で過去未使用品で加工デザインの可能性もあります。まあ加工デザインでも全然いいって、全然いいって。これのどれかが入ってるわけでしょう。瓶とかめっちゃ欲しいんだよな。あ、これはねもう本当に運を天に任せるような感じですね。まあ、どれが入ってるかちょっと楽しみですね。買い忘れとかないよね。マジで最後になるから OK かな、 OK かな。じゃあこっちでいきたいと思います。いいね、ポチ。はい、 OK です。はい、というわけでこんな感じでポチっちゃいましたね。いやー、もう届くの楽しみっすよね。届くの楽しみですわ。こうレアなものも結構入ってたしねあの辺も結構楽しみなんだよな。今回ポチったものに関してはごめんなさい、動画化しません。やっぱりちょっと切ないんですよね。なんかそんな気持ちでの動画ってなんかちょっと撮っててもなんかなーって、なんかなーっていう感じなんで、今回に限っては動画化しませんということで、今回はプラススクレートから届いたロディコラボモンチッチハッピーセット雑貨バージョンプラスアルファの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。